自転車で大阪まで帰ろうと思っております。一応ルールを説明しておきますと、1号線の端から端まで自転車で走行する、2頑張らない、3随時迂回あり、もしそうなとこあったら迂回して帰ります。次、体や自転車にトラブルが発生した場合、後日続きをするものとする。はい、次、できるだけその土地のものを食べる、雨の日はお休みのするといった。朝の7時、11分ですね、今からですね島田を出てですね、まだまだ西の方行こうと思ってます。まあ、本日中には静岡県抜けれると思うんですが、夕方から雨というような予報になっております。豊橋前後ぐらいかなと思っておりますが、どこまで行けるか本日もやっていきたいと思います。それではまた本日もよろしくお願いします。はい、出発してまだ 2.6 キロなんですが、お尻が痛いんで判決出してちょっとクリーム塗ってました。マシクリームですね。ちょっとマシになったらいいんですが、とりあえずまだ全然来てないので先急ぎたいと思います。これ大井川ですね。はい、ゆっくり大井川も渡っていきたいと思います。今島田で、向こう行くと何ですかね、角川になるのかな。まあ、とりあえずですね、歩いてでもゆっくりでも何でも歩みを止めなければ目的地着くと思うので、とりあえず行くことにします。ちょっと長そうなんで乗っていきます。Stretching on the floor while the sun gets low. I got a feeling that the glow deep inside my core needs to breathe to flow. We push it right on through. I know you need it.道の駅掛川に到着しました。よく改装の時にね、仮眠取ってた道の駅ですね。1号線からも近かったみたいで、爽やかさんの方に来ております。原骨ハンバーグまた食べに行こうと思っております。ごめんなさいね。はい、お願いします。まず持ち出していいですか。はいはい、はい、こちらから失礼しますね。
ミソースはいかがでしょうかね。おかけしてもよろしいですか。あ、お願いします。はい、ではソースの方でもお飲みましてもお召し上がりくださいね。はい、この方大変熱くなってますのでね、お気をつけください。どうぞ。はい、こちらでお揃いでよろしいでしょうかね。はい、どうぞ。失礼します。こちらがはい、浜松市内を今走っておりますが、やっぱりこの東海道なんでしょうね。この松も多分東海道の松だと思います。はい、なんか道標を見つけたんでちょっと撮影してみます。東海道と東日本橋へ、西は京へ。なるほど。子供たちがたくさん遊んでますが、この辺にもいっぱい松が残ってますね。今浜名湖の手前のね、国道301号線っていうのを西に向かって進んでるんですが、道がすごくずっとまっすぐという、信号ないのはいいんですけどね、ちょっと逃げちゃいますね。はい、左にね、平行線、1号線走ってるんですけど、いつもね、あそこ、ビョンって飛ばして行けるとこなんで、ビョンと飛ばして行ってるんやけど、なかなかやっぱり自転車でビョンと行かないですね。もう、多分時速20キロ出てるか出てないかの速度で、こぎ、一歩ずつみたいな感じで行ってます。はい、浜中の東川かな、まだ浜松なんですけど、舞坂宿って書いてあるんで、どうなんだ、まあ、せっかくなんでちょっとやってみようと思ってます。昔の人はこういうところで泊まったみたいですね。大名が泊まってない時は一般の方も泊まってもいいということだったらしいです。はい、浜名湖の差し掛かり口ですね。左に見えてるのがあれが僕がいつも通ってる国道1号線ですね。だいぶ上がってますが、この辺よく見えますね。はい、あそこに鳥居、あ、新幹線が走ってる、あ、走ってるじゃない、あ、そうですね、通ってる、あれが新幹線で、その横がさっき通ってた国道300何号線ですよね。はい、でね、浜名湖の一番陸続きを通ろうと思うと、この辺を通ることによって、西と東がこう行き来ができるので、この辺にいろんな交通の要所が集中してるっていう感じですね。海浜公園になってますね。いや、楽しそう。はい、ほんといつもね、通過するだけやもんね、浜名湖とか。でもこうやってじっくり見るとですね、いかんかもわかんないですね。
なんか浜名湖一周自転車とかできそうやし、右側に日帰り入浴とかもあるし、多分この辺は海水浴とか、海水浴っていうのかな、できそうな感じやし、釣りをしてるおじさんもいるし、何かと賑わってそうな街がね、感じたと思います。渡るとですね、浜松市から東海ですね、あ、東海道線初めてかも分からへん、こういう関所という史跡を見るのは。ただ見てご覧のように休館日でございました。こういうところを自由に旅ができなかった時代のお話ですわな。はい、静岡県が抜けました。ありがとう静岡。こんにちは愛知県。ここから愛知県です。時刻が5時32分ですね。すっかり暗くなっちゃいました。さて、雨もね、ただ溶けてきて、今ホテル決めました。今日はやっぱホテルに泊まろうと思ってます。あとね、どれぐらいでしょう、さっき10キロを切ったって言って、10キロっていう表示があったんで10キロは切ってるはずなんですけど、今出てる時速が20キロぐらいで進めそうなんで、30分ぐらいかな。7時55分ぐらいです、はあ、雨もねちょっとずつ降り出してきて、今これ左側がね東海道線の線路なんですよ。線路沿いに道があってずっと来ております。いい加減駅にしてほしいと思ってますが、6時1分す、あと 1.7 キロと出てました。やっぱり6時は曲がりましたね。クリートが入んないけど、あ、やばいやばいやばい、6時25分に到着しております。ホテルにね、駐輪場がないらしいんで、今からあの 駅の方の駐輪場に自転車持って行ってホテルにチェックインしてみたいと思います。また後で統括をします。やれやれ疲れましたね。とりあえずね、もうご飯も食べちゃってですね、チェックしていきました。5日目の総括でございますが、朝です。本日は、91.14キロ。まああと今日良かったのはね、やっぱり浜名湖ですね。浜名湖ってね、新幹線でもビョンと通り過ぎちゃうし、
1号線で、自動車の改装しててもビュンと通り過ぎちゃうんで、なかなか浜名湖をじっくり見るってこともなかったんですけど、今日ちょっとちらっと歩いてみただけでもね、すごい素敵なところだなと思っております。もう最後焦りまくりでスピード出しまくりで、本当に今日一日ちょっと疲れましたっていう感じでございます。ということで、とりあえず5日目終了いたしました。6日目もよろしくお願いします。おー、見てくださいよ、これ。